ローリーはイギリス海軍の従事寿命艦。ホーキンス級。艦名はウォルター・ローリーにちなみ、この名を持つ六隻目のイギリス海軍艦艇である。1921年に竣航して、北アメリカ西インド艦隊に所属。1922年に座礁し、後に爆破された。ウィリアム・ベアード・モア社のダルミュアの造船所で1915年12月9日に寄港。 1919年8月28日に浸水し、1921年7月に巡航した。ローリーは北アメリカ、西インド艦隊司令長官トレビリアン・ネーピア、中将の機関となるため7月26日にバミューダへ向けて出発するが、ネーピアは7月30日に死去。新たに司令長官となったウィリアム・パケナムが8月12日にローリーに正気を掲げた。 ローリーは9月1日にモントリオールへ向け出港。2ヶ月後にバミューダに戻り、次はジャマイカを訪問した。1922年1月にはパナマ運河を通過し、21日にサンフランシスコに怒りを下ろした。翌月バミューダに戻り、5月にはチェサピーク湾周辺のワシントン DC などを訪問。その後、カナダへ向かった。8月3日、パケナムは、 軽巡洋館、カルカッタに移った。8月8日、ニューファンドランド島、ホーク、エスベイからラブラドール地方のフォートへ向かっていた、ローリーは、ベルアイル海峡でノームに遭遇し、エル、アンセアムールで座礁。強風により、艦尾が岩礁に乗り上げて、多数の破行が生じ、艦は8度傾斜した。乗員が艦を離れる際に、溺れたり低体温症で、多数の死者が出た。 座礁したローリー翌日、乗員は缶の状態の確認や死没の回収のためローリーに戻り、船体に260フートの裂け目があるのを発見した。同日、軽巡洋艦、ケープタウンとカルカッタが到着し、食事を提供した。悪天候の中、すぐにできることもほとんどなかったことからイギリスへの移送のためローリーの生存者の多くは徒歩でフォートへと向かった。 彼らを乗せるカナダの客船、エンプレス・オブ・フランスが8月10日に到着するも、全員分の十分な食料がないことを理由に、艦長は乗船を拒否。客船、モントローズが来るまで、さらに何日か待つこととなった。何百人かは、ローリーのサルベージや住民による同様の行為の阻止のため残され、有用なものがすべて回収された後、船体は放置された。 イギリスへの帰還後、艦長のアーサー・ブロムリーと公会長は、軍法会議にかけられ、職務怠慢とされた。彼らは、厳しい懲戒処分を受けて、船から降ろされ、異願退役した。無傷に見える、ローリーが付近を通過する船から目撃されるのは、対面が良くないため、1926年に、海軍本部委員会は、船舶の航行の障害となるとして、ローリーを不要させる。 要命令。しかしそれは不可能であると判明したことから、ケープタウンとカルカッタの艦長は残骸から可能な限りのものを取り除いた後それを破壊するよう命じられた。ケープタウン上院が前者にカルカッタ上院が後者に従事し、ローリーは9月23日から5日かけて爆雷を用いて破壊された。爆破された残骸は回収されず、未だに多く残っている。 カナダ海軍が2003年と2005年に7.5インチ砲の弾薬を回収したが、2016年現在でも砲弾があるのが視認できるとする報告がある。ありがとうございます。